鈴木正は、日本の古生物の研究者、元岩木市、アンモナイトセンター主任研究員、双葉鈴木竜の発見者として著名、福島県岩木市内郷生まれ、幼少の頃から化石に興味を持ち、その頃から化石探しを始める。中学2年生の時に岩木市北方に分布する双葉草群という地層の歴史が記された。 阿武隈山地桃園の追い立ちという本に出会い、おばが住んでいた岩岸、大久町入間沢の大久川付近を掘り始める。この二馬総群からは、昭和初期に、徳永重康、清水三郎陵博士によって、主張流の頸椎骨と思われる化石が発見、報告されている。1968年10月、福島県立平工業高校2年生の時に、 おばの家から300メートルほど離れた大久川河ワに露出していた双葉草群玉山草でサメの葉の化石を発見、さらに発掘を続け、付近から主張流の脊椎骨の化石を発見する。やがて連絡を受けた国立科学博物館のおば育夫、長谷川吉和良博士が発掘に参加する。科学の予算の関係により、前景の復元までに4年を要した。 発掘されたのは、ほぼ完全な個体1等分と子供を含む6等分の部分化石である。特に前者の全長は約6.5メートルに及び、関体平洋岩アジア地域でこれほどまとまった骨格が発見されたのは初めてであった。双葉鈴木流他の種との比較研究などに長年が費やされ、発見から38年経った2006年。 この主張流は発見された地層と発見者の名前から、フタバサウルススズキーフタバサウルススズキー、佐藤、長谷川ナベ2006と命名され、親族新種として、正式に記載された。その後も岩木市石炭、化石館職員、財団法人岩木市教育文化事業団職員、岩木市アンモナイトセンター主任研究員を務め、化石の発掘、調査、 復元作業を行う傍ら、ライフワークとしているサメとその葉の研究を進めている。ありがとうございます。